城海上保安部によりますと、今日午前7時ごろ、北茨城市の大津漁港で2隻の船が衝突、1隻が沈没し、1人が行方不明になっていると通報があったということです。通報を受けて海上保安庁は事故現場に巡視船など2隻と航空機を向かわせ、現在捜索に当たっています。当時現場付近の海上では気象庁から濃霧注意報が発表されていたということです。茨城海上保安部によりますと、今日午前7時ごろ、北茨城市の大津漁港で2隻の船が衝突、1隻が沈没し、1人が行方不明になっていると通報があったということです。通報を受けて海上保安庁は事故現場に巡視船など2隻と航空機を向かわせ、現在捜索に当たっています。当時現場付近の海上では気象庁から濃霧注意報が発表されていたということです。我们在52台被撤照，我们在 YT 被限流、被黄标，我们在脸书被检举、被降触及，我们全都遇到过，但我们不放弃，让真相被听见、被看见。我们现在有自己的中天新闻网 App， 这里永远不断线，请你赶快下载中天新闻网 App。这个 App 好贴心，中天的新闻、直播和节目全都在里面，一次满足。